はい、どうもポトフです。サウンドスケープ。今日はですね、また映画を見てきまして、映画ブルージャイアントを見てきまして、その帰りの車の中です。はい、でまあネタバレありで喋ろうかなと思いますので、はい、ネタバレが苦手な方、見てから聞きたいなという方はこの辺で、はい、切っていただければと思いますけども、はい、ブルージャイアント見てきました。ちょっとね、まあ、ツイッターとか他のところでちょっと書いてましたけども、まあ、ブルージャイアントの映画、なんかすごく評判がいいのでですね、気になりまして、で、元々の原作の漫画の存在は知ってましたけども、読んではいなかったんですね。ただすごく評判がいいので、はい。で、見てみたところ、ハマりましてですね。一気に10巻、全部読みまして、はい。予習済みできました。で、まあ実はその、ブルージャイアントはその後ね、ブルージャイアント・シュプリーム、そしてブルージャイアント・エクスプローラーと話が続きまして、2部3部とあるんですけども、まあ今回は1部ですね、の話でしたというところで、で、まあ、映画の感想を話そうと思うんですけども、まあ、良かった点と悪かった点、悪かったっていうか、まあまあ、原作がすごいハマって好きだったからという観点ですけども、まあ、ただ、まあ、全体として行って良かったです。映画館で聴けて良かったなと、聴けてって言っちゃいましたね。やっぱり演奏シーンがすごく良かった。はい。大音響で映画館のね、聴けたっていうのが、まあ前半ちょっとね、まあ、やっぱり少しね、原作と比べると、原作が仙台編と東京編があるんですよね。で、まあ今回どちらかというと東京編の話ですわ。だからその最初の仙台編がなかったので、なんて言うんでしょう。仙台編も好きだったのよ。ハマったきっかけは仙台編だったからさ。ああ、この部分ないんだっていうのがね。ちょっとありましたね。もう仙台の、主人公宮本大のまあ、孤独感ね、ジャズっていうのが好きだけど周りに全然理解されないっていうところと、その周りの大人たちがすごい良かったんだよね。宮本大の周りの大人たち、そしてあの先生、うん、その関係が良かったんだよね。はい。で、漫画ではコミックとかではね、ボーナストラックっていうのが毎回ついてて、ね、それも好きだったんですけど、そのさ、今回の映画はさ、もう雪のりの話じゃん。もう主人公雪のりじゃん。ピアノのね。雪のりじゃんと思って。で、原作の漫画が、まあ、ブルージャイアントね、漫画家、誰だっけ、石橋さんか。ね、原作者で、連載の時の担当編集がナンバー8っていう方なんですよ。で、そのナンバー8っていう方が今回の映画の脚本も書いているということで、で、実は、原作と離れて、そのナンバー8さんがですね、まあ、別名義で小説を出しまして、ブルージャイアントのスピンオフ的な。で、主人公がですね、雪のりなんですよ。小説のタイトルがピアノマンなんですよ。だから今回の映画も雪のりじゃんと思って。で、小説もピアノマンだから、どんだけ雪のり好きなんだよっていうね。そんなところはありますが。まあだから仙台編がね、ちょっと抜けてた部分もあって、ちょっと主人公宮本大の描き方がもうちょっと欲しかったなっていうところはありますね。まあただ演奏シーンは、まあほんとね、良かったですよ。で、ね、この、まあ、ブルージャイアントで、まあ、ジャズって言ってもいろんなさ、ね、ジャンルというか、幅広いんですけども、いわゆる、ビバップだったり、ハードバップっていうところ、まあ、メインのテーマがあって、で、それぞれのパートがソロを回していくっていうようなね、で、インプロビゼーション、即興演奏を中心としたソロをやっていくっていう、まあ、結構私がジャズハマった、好きなとこだったりもしたので、まあ、そういう意味ではすごく、音楽部分でも好きな分野だなっていうね、ところはあったんですけども、で、そのやっぱソロの描き方がすごくいいね。なんか原作もソロ部分、演奏部分って、演奏の描き方がすごいいい漫画なんですよ。で、まあそれが、
映像ということでやっぱり見せ方も違うんだけども、まあ演出の仕方も含めてね、すごく良かったですね。で、ソロとか、まあ曲自体で、ね、このバンドジャスっていう3人組のバンドのオリジナル曲っていうのが何曲か出てきますけども、もう原作のイメージを崩すことなく、いや、本当によく保管してくれてました。はい。もうそこはもう手放して素晴らしい。音も良かった。で、まあ、けど、玉田、上手くなりすぎだろうっていうのはあるけど、まあ、原作よりも、ドラムソロはすごく、描かれてたと思う。原作以上にドラムソロはね、良かったです。うん、ちょっと上手くなりすぎではあるけど。で、まあ、曲はね、上原ひとみさんっていうジャズピアニストの方がね、まあ原作もちゃんと見た上で、もう連載中から、その原作のね、漫画家の方とやりとりはあったみたいで、まあある意味ジャズってね、若干マイナーなところに行ってるんで、まあ狭い世界でもあるんでしょう。はい。やりとりをしてる中でね。いやーけど、だから原作の、その曲のイメージって、ね、多分人それぞれちょこっとずつ違うはずなんだけど、もういい感じで。で、原作でも NEU、まあ、NEW っていう曲だと思ってたんですけども、ダイが作曲した曲ね。そこの登場シーンとかね、原作でも好きだったんですが、その NEU、NEU ってね、NEW ってずっと呼んでたんだけど、NEU って劇中では言ってまして。そこがね、原作とまあ、本だけじゃ、漫画だけじゃわかんないとこですけども、本当にイメージを損なわず良かったんで、まあそれも実際に曲として聴けてすごく良かったです。もう大音響で聴けて良かったですね。うん。だから本当に演奏シーン良かった。そのソロになると、まあ特に宮本大サックスとね、雪乃のピアノとかは、もうソロに自分の今までの過去の人生が全部乗っかってくるっていう描き方がね、すごく良かったですね。いやー、まあ、で、ドラムもね、まあ、ドラム、玉田は過去がそこまでね、乗っかってはきてないけど、ただ、すごくいいドラムでした。で、実際の多分、ライブ以上にこの映像的な演出もあるからさ、まあ、すごくそういう意味じゃ分かりやすくて、はい、面白かったですね。はい、そういう意味じゃなんかライブを見に行ってきたっていうような感じの映画でした。まあ、描き方としてはやっぱりね、もうちょっと大の、バックグラウンドが欲しかったなというのと、実は原作もブルージャイアントの一部よりも実は2部の方がね、結構話的には好きで、まあ2部はまだ途中までしか読んでないですけど、で最後ね、映画、ダイがドイツに立つところで終わっていましたので、ぜひ、まあ結構評判もいいのでね、ぜひ続編を続編を描いてほしいなと、映像でもね、思います。はい。まあ、ドイツに行って、まあ、今回のね、バンドは、テナーサックス、ピアノ、ドラムというトリオですけども、ベースがいないんですけどね。はい。そう、ポッドキャストがありまして、まあ、スポティファイオリジナルだと思いますけども、そう、ポッドキャストで、その、原作者と、今回の脚本を書いたナンバー8と、上原ひろみさん、その、ジャズピアニストね、3人で話している、ポッドキャストがあって、そこでね、すごい音楽的な話をすごいしてて、なんでベースがいないんだと、すごい大変なんだぞって、上原さんが文句を言ってるところとか面白かったんですけども、ね。で、シュプリームでは、メンバー探しで、まず、ベースを決めるっていうね、うん。で、しばらく、サックスとベースだけで、演奏とかしてるシーンとかも出てくるんですけども、ね、ウッドベース、まあ、この辺が入ってくると、やっぱ今回のでも、やっぱ演奏でも、これベースがいたらもっといいのになっていうところはあったので、ぜひ、続編を。で、上原さんが、まあ、サックスとドラム、まあ、今回だから演奏も実際に演奏しなきゃいけないじゃないですか。ね、サックスとドラムも、まあ、演奏する人を探したりしてるんですけども、ドラムがね、やっぱりね、プロのドラマーなんですよ、もちろんね。プロのドラマーというか、もうミレニアムパレードっていう、キングヌーの、常田さんがやっている、別プロジェクト、ミレニアムパレードでドラムとか叩いてる人なんで、むっちゃくちゃ上手いんですけど、
玉田が初心者じゃないですか。初心者だから下手くそに叩かなきゃいけないっていうね、なんかその辺の苦労とかもね、あったみたいですけども、いやーだけどそこのね、やっぱりあの叩き方、うん、粒が揃ってない感じが出てたりね、すごく、うん、苦労も伺いましたが、でやっぱりだけど最後のソロとかはやっぱ圧巻でしたね。はい、もう良かったですね。でただ上原さんがそのドラムを決め手はドラムの音色だって言ってたのがすごく印象的で、音、うん、その腕とかじゃなくって玉田のね、印象に近いとか言うと、もう音が好きだからっていうところがね、確かに音、うん、だからサックスも音なんだよな。そう、技術とかもあるんだけど、やっぱ音色、音、うん、その辺がねすごく出てた感じで良かったですね。はい、まあそういう意味で満足、演奏シーンは特に満足でした。でまあ原作と少しね、あのストーリーが描かれ方が違うところはありましたけども、まあ個人的には許容範囲というか、まあちょっと無理はありましたが、まあ2時間の枠に収めるにはこうなるわなっていうねところもありましたね。はい、まあただね、やっぱ原作が好きだったんで、うん、そういう意味じゃストーリー的には物足りなさはちょこっとあるかな。うん、だけど演奏が本当良かったんで、この大きなスクリーンで大きな音で聞けたのは良かったです。まあその演奏シーンと、まあ、雪のりの事故のシーンだよね、あの辺はね結構衝撃、もちろんね原作にあるシーンですけど、痛々しい描かれ方で、まあ、ショッキングではありましたが、まあ あの辺はさすがに泣けましたよ、私もね。はい。そこまで鬼じゃないで泣けましたけどね。という意味でも、雪のりの話だったね。いやいや、雪のりは好きなね。うん。あの、好きなんでいいんですけど。好きだって言ったら変だけど、あの、三人とも好きだから。ね、やっぱりドラム自分がやってたから、玉田にはちょっと思い入れもあるし。ね、初心者で、あそこまで一途に一年間だけど、だってやれるのはすごいなと。で、まぁ、あ、若干が原作からそうだけど、まぁ、あ、雪のりがね、事故に遭いまして、で、原作でも玉田はね、まぁ、あ、1年間だけ学校休ませてくれっていう感じで親に電話したりするシーンが、まぁ、あ、その辺シーンは映画じゃなかったかな。うん。だから若干このまま3人でずーっとやっていくと、大の成長は止まる。るというか、やっぱ第2限界が、世界一のジャズプレイヤーになりたいっていう夢に対する限界が見えてくるだろうから、若干そのなんだろう、雪のりが事故ったのは少しね、踏み台にされた、まあ踏み台にしてやるって言ってたのは雪のりではあるんだけどね、若干それが伏線になっちゃってて、うん、その辺もねちょっとだけモヤモヤする部分があるんですけど、ただあれですよね。まあ、漫画とか、まあ映画でもちょっと言われてましたけど、ジャズバンドっていうのの特殊さ。ね、ロックバンドとかだと、ずっと同じメンバーで、うん、長くやってくっていうのは多いじゃないですか。ローリングストーンズとか、U2 とかね。U2 とか特にね、メンバー変わらず、4人でずっと長くやってく。で、なんかバンドが解散になると大きなニュースになるみたいなとかあると思うんだけど、ジャズのバンドって結構固定メンバーでずっと長くが続く方が珍しいっていうのが確かにそうだなと思って。うん。だからすごく、このプレイヤーの画が強いというかね、まあ、特にこのハードバップあたりってソロを回していく。だからどうしてもやっぱりこの力、ソロのね、この力っていうのがすごく、ジャズって、まあそういう意味じゃシビアだなっていう世界ですよね。まあそこにかっこよさもあり、ね。で、まあ大がすごく求める力強さっていうのもそこにあるんだろうなと思いながらですね。まあすごくジャズの魅力がそういう意味では詰まったいい映画だったんじゃないかなと。まあ漫画が良かったからね。漫画、まあ本当漫画すごい好き。ぜひ2部もまだ漫画全部読んでないけど。読もうと思ってますが、映像化されるといいなと。ただ
その曲を作った上原さんは結構大変だったようです。はい。そういう意味で、いや、けど、その分、すごく良かったなぁと、思いますね。ということで、ブルージャイアント映画、ようやく見に行きました。なんとなくね、周りで知ってる人、で、ツイッターとかでもすごく評判が良くって、気になって見に行きたいなぁとずっと思っていながら、ようやく行けましたので、はい、良かったです。まあ、ね、上映が終わる前に行けて、やっぱりこれは、なんだろう、その、ジャズの演奏シーンが良さそうだったので、配信ではなくって、劇場で見たいなぁと思っていたので、なんとか、見に行けて良かったかなぁと、はい、思います。ということで、皆さんはどうでした？見ました？見た人がこれ聞いていると思うんですけども、どのシーンが好きとかありますか？まあ、私どこだろうな。やっぱり、あれだな。本当はね、漫画にはあったこのシーン欲しかったなっていうのがね、あるんですけど、それがなかったのがちょっと不満ではあるんだよね。3人でね、ライブをやる。ね、最初お客さんが本当3人か。3人のお客さんの前でライブして、徐々に増えていくじゃないですか。で、そこのシーンで、演奏中にね、言い合いをしながら演奏する。なんか文句があったらその場で、演奏中にその場で文句を言いながら演奏する。あのところがすごい好きなんで、あそこすっぽりなかったのがちょっとね、残念ではあるんですけども。まあ演奏的にはやっぱりサックスのソロはもちろんいいと。まあドラムのソロもすごくいいなとは思いましたけど。まあ一番良かったのはどこかな。あ、けどやっぱソロだね。ソロの描き方はすごく、まあ雪塗りのソロも良かったし。ね。まあ、ソロシーンかな。まあ、あと一番最初の黒猫がただひたすらまっすぐに歩くシーン。まあ、その後もね、黒猫がところどころ象徴的に出てきてましたけども。あのシーンは印象的でしたね。まあ、先生とのね、やりとりももうちょっと見たかったな。まあ、原作では出てこない感じで最後の方出てきたりしてましたけど。はい。ということで、ブルージャイアント。ようやく見てきました。はい、面白かったです。はい、ということでポトフでした。じゃあね。